はい、皆さん、本日はよろしくお願いします。早速、グループ面接を始めていきたいと思います。このグループですね、いくつかグループ面接していくんですけども、今皆さん、カメラオフにして私の話を聞いている状態です。私は立松と言います。よろしくお願いします。これからですね、1人ずつカメラをオンにしていただきまして、自己紹介をしていただきます。で、全員の自己紹介終わりましたら、グループディスカッションというか 形でグループ面接になりますので、とりあえずグループ面接の前に一人ずつ自己紹介をしていただく形になります。どうぞ皆さんリラックスしてよろしくお願いします。はい。えー、それではまず一人目の方ですね。はい、どうぞカメラオンにしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。失礼ます。えーはい、千葉商屋大学モチベーション行動学部四年生千組翔子です。お願いします。 はーい、えー。もえっと学部はなんてあ、モチベーション行動学部です。あへえそういうのがあるんですね。はい、あのよく珍しい学部だなぁと言われます。はい、うん、はいはい、はい、えー。まあ、このグループ面接にかける意気込みなんか？もしありましたらっていう感じで。ではい、あのまあ僕の学部。 でもうお分かりだと思うんですけども僕はこのすべての行動に紐づくこのモチベーションというのを、えー、学んできました、えー、ですのでもちろんこの面接を受けさせていただくにもかなりの,のモチベーションを、えー、持っていますのではいあの全力でぶつかりたいなと思っておりますごめんなさい自己紹介でこんな実は一人一人時間取らないんやけどすいませんでしたい,いや、はい、違う違うこ,こっちがちょっと聞いちゃってるから 名前言っては終わりやねんけど、ちょっと単純にちょっと気になるのがそのモチベーション行動学部っていうのは、そのモチベーション、例えばどんなことについてもってこと、その例えばご飯食べるモチベーションは一体どこにあるのか、どこに行ってそのご飯を食べるっていう行動に行き着くのかみたいなことなんですかねすべ、えー、ての行動に必ずモチベーションはあるという考え方です。うんえー、それいわゆるそれはモチベーションっていう言葉であってんのかなえはい、あってます。 例えばどういう例が挙げられるモチベーション行動も、まあ、先ほどあのおっしゃられたこの、えー、食事をとるということのモチベーションですけどもやはりあのお腹をを膨らしたいとかいうモチベーションがあるわけですよ、ね、はい、うん、えと僕も,<う><の>も分からないけどそのおならし膨らましたいというよりも <laughs> 空腹から逃げたいっていう感覚の方が もしちろん空腹だからという空腹が嫌だからお腹を膨ららせたいというモチベーションをもとに食事をとるという、はい、えことになります、はいはい、そういうのを大学いわゆる教授の方がいろいろ教えてくれるんですかもちろんです、まあ、今のは本当に単純な話ですけども、はい、足の裏が痛いから靴を履くとかもちろんすべてにモチベーションはあります。 問題は我々ってその,その時代に生きてないから靴履くのが当然だから靴履かなかったら足が痛いとか実はもうそんなモチベーションがなかったりするじゃないですかはいあのだから当然なのでモチベーションがないと思ってるもう潜在的に、えー、取ってる行動の中にも必ずモチベーションっていうのは潜んでるという、えー、考え方ですモチベーション行動学部っていうのはその経済とかの動きもなんかモチベーションとつなげたりするんですかそこはつな、えー、げてないです、ね、今のところそのご飯食べるとか靴履くとかすごい 生活っていう感じがして、なんか大学で学ぶことと思うんやけども、<あ>ごめんね、あこ自己紹介でこんな時間通っちゃって。えっと、もちろん、我々の生活っていうのは全ての行動の基盤ではあります、ねうん、はいはい。そういうことですね。あとごめんね、あちょっとあの、背景汚いわごめん。ちょっと背景がちょっと言いすぎて、ごめんね、グループ、ねあ、僕はリモートでこういう面接するんであれば、もう少しこう、ちょっと意識せな。 かなあ全然隠れてなくてすみませんあのはい真後ろ、うん、そのもうちょっと綺麗にできたかなって気がして後ろなんかそんなんでやっぱり性格で出ちゃうからさそこは直せたやろしアウターも多いからさ何か老いかなんかなとか思っちゃうというか、うん、あのいやあのごめんなさい あの実家でえ今暮らしてあごめん実家かごめんね。はい、それじゃあアウター買うにもなんかそういうモチベーションがあるんかなあもちろんそうです、はい。寒さから逃れたいというモチベーションも一つあります。あのえー、おしゃれにしたいというモチベーションもありますしはい、流行っているものが欲しいというモチベーションもあります。あの何のモチベーションもなくアウターを買うということは、えー、人類にとってありえないことです。 まはいえー、じゃあとりあえず、えー、今の感じでごめんなさいこんなあの一人一人時間取らないんですすいませんはいんはい、はい、じゃあまぁ背景あのもしあれだったら、はいはい、この後グループディスカッションいきますんではい、はい、ありがとうございましたはいじゃあ、えー、続いての方お願いしますはい帝京文化大学法学部4年の田中慎ですと少し自己 PR をさせていただきますと,と私が 音声に入社しましたら持ち前の明るさと面白さで土社内全体を明るくしたいと考えています学生時代の部活動でもムードメーカーとして頑張っていました常に笑顔でいつもハキハキと大きな声で話すことでそして時折ユーマーを交えて話すことで土社内全体を明るくしてみんなが楽しく働けるようになったらなと思っております本日はどうぞよろしくお願いいたしますなんかカンニングペーパーかなんか見てる ごめんね、別にそのあかんとかじゃないけど、今の君の言葉を聞きたかっただけに、はいうん、やっぱ分かっちゃうから、そういうのって。<ー>うん、なんていうか、う見てるんだな、今っていうのがこう伝わるから。いや、唯一それがダメとかじゃなくて、まあまあ、ここからグループディスカッション入るんやけども、ありのままの君の言葉が聞けたらなと思ってて、やっぱり事前に作る言葉よりも、はい、やっぱりその時出る君の言葉が知りたいわけやし。うんはい、あのー そういう感じでいけたらいいなと思ってて。はい、ちょっと。そうですね。えっと、ムードメーカーだよね。そうですね。はい、ええー、それはこう自己判断な。それと周りからの評価でそう感じるの。えっと、まあ、両方っていう感じですかね。うん、自分でも。あ、ムードメーカーのような働きしてるなって思うし、周りからもよく言われます。ええー、あの、ちょっと、あの、背景がちょっと言い過ぎるわ。あ,あ、すみません。 何も思わなかった自分でちょっとこう、うん、見たときにえっとそうですまあ先ほどもちょっと立松様に言われたようにありのままの自分は、うん、っていう感じでそのままにしてしまいました、ね、いやでもそこがその窓のそこがでクローゼットがあってそこがそんだけ汚かったらもう多分、うん、全部多分汚いからだらしない子だなと思っちゃうしえちょっとあ頭ちょっとよけて 月、木、ゴミ出し。いや、もういいよ。あごめんね、なんか、ちょっときつい言葉になっちゃいましたけど、はい、いえいえい申し訳ございません。うん。で、例えばさとかは言わなくていいから、別に。うん。はい、もう全然さん付けでいいんで、はい。はい、そして、はい。本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい。えー、じゃあ次の方、よろしくお願いします。 はい、よろしし点自己 PR をさしくおお願願いいいたまますす1点自己 PR をさせていただきますと私は向上心なら誰にも負けません高校の部活動では1日に1回は吐き練習についていくことができず私だけ試合に出られないこともありましたししかし 絶対にレギュラーを譲りたくないという強い決心のもと最後まで部活動を続けることができました。御社で任された仕事も私の向上心、私の根性で最後までやり抜きます。ありがとうございました。あのー、こういう場でゲロの話やめようか。一回は吐きん、<笑><笑>その自信満々で一回ははきって。 な、かわからんけど、ゲラの話はせんでいいかな、こういう時に。申し訳ございません,、うん。で、キッチンでするなよ。申し訳ございません。でも、ありのままの自分を見せようと思った結果、こうなりました。料理人なのいえ、実際は全くしないです。じゃあ、なんでありのままの君がキッチンなの キッチンが好きなためです。な、なんで好きな料理せえへんのにキッチンが。雰囲気が好きです。<laughs> 雰囲気。はい、それはリビングとかよりもキッチンのが好きなん。そうですね。朝コーヒーを飲むときとか。でも、ほら、そこちゃんと油はねガードとかつけてるしさ。はい。あのー、スポンジもちゃんと干してるしさ。はい。 なんかやってるんちゃうかなっていう気がしたけどほとんどレトルトで済ましてます <laughs> あそうなそんなあ,でもあんまり飛ぶんや、はい、やっぱりそうですね君今立ってんのそれとも腰掛けてんの立ってます,てますあのこういう時に立たんどいて申し訳ございませんうん、ありのままの自分を、はい、見せようと思いましてまあまあそれはギリわかるわなんか立ってる方がありのままの自分を見せられるし、はい はい、キッチンのほうがありのままの君を見せれるっていうのがよく分からなくて、でまあ、どっちみち、あんまこういうことでゲロの話やめてなごめんね。申し訳ございません。一回ははっき、その自信満々でんね、<laughs> ごめんね、ごめんね、オッケー。大体分かりました。朝日奈君ですね。はい、本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。じゃあ次の方ですね。はい、よろしくお願いします。はい、生徒の大学の大野悠介です。 よろしくお願いします。めっちゃいいやん。めちゃめちゃいいやん。<laughs> いやいや、なんかモニター、モニターは何それ自然<や>山。はい、川です。<laughs> だから何、家ちゃうってことはい。いや、いいやん。めちゃめちゃいいやん。川であのつないでおります。 川でつないでいおりますでこそれは、え、ちょっと動画はい。川流れてるよね、はい、それ。はい。それはわざと。はい。何のためにやっぱり、その、綺麗に映したい、私を綺麗に映したいなと思いましじゃあさ、その背景やめようよ。<laughs> あんな荷物、あの君、右側ばっかり見てけど、こっち見てみ。こっちを。<laughs> な分からへん、こっち。ぎっしりしに荷物さ入れてさ。<laughs> エアコン切っへんで。エアコンどうなんのそれ、風。もう片方捨ててんのもう。いや、あの、しっかり届いてます。ほんまそこ、びっしょびしょならへん。その、エアコンの端の方んとこ。や。っても鼻の端っこもギュギュッその丸いやつは何その猫ちゃんのやつ シャトルですシャトルって何バドミントンのシャトルを入れてます。あの丸いとこよ。こなんかドラム缶、だド,ドラムの選機みたいなやつ。あ,あ、クローゼットです。あ、丸ついてんねや。窓がついてんねや。はいで。どこにシャトルあるの シャ,シャトルは上のところにあります。あ、そうなんや。いやいや、背景の話したないごめんごめん。ごめん。ごめんね。あっ、行きごめんなさい。はい。えー、じゃあ、グループディスカッションよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。切り,替え切り替え、切り替えよ。はい。次の方どうぞ。 えー、中心大学空間認識学部3年の黒田正之です。よろししくお願いしますもうむちゃくちゃやん。<え>どんな背景で就職面接してくれてんねん。えっと、背景というと。はい。すごいね、君。え何が、何趣味やね、んで。ああ、そうですね。趣味は多いってよく言われますね。趣味めっちゃ多いよね。 そ,うですね、そんなとこで就職面接していいと思ってるいやでもまあやっぱり面接で自分をちゃんとアピールする場合だと思ってそうやね,そうやねごめんごめん。いやごめん。もしかしたら君が一人見やったらいけたかも。あごめん。なんかこっちがちょっと今感覚がちょっとおかしくなっちゃってた。ご,ごめんねあ。いえいえ、とんでもないです。あそうやね。これが君。あそうやね。うん。いやめん本当にごめん。ちょっとこっちが今カリカリしちゃってて。本当にごめん。はい。 ごめん、ね、うんそうやね素晴らしい背景だと思います。今日はうんよろしくね。はい、よろしくお願いします。いますはい、すごい大人びてるね。すごいしっかりして。よろしくお願いします。はい、えー、じゃあ次の方ですね。はい、お願いします。あ京都生理大学経済学部のバンドと申します。ますめっちゃいい。<laughs> あそそうですか。<laughs> なん なんか色もくすんでないなんか気のせいかああの自然の緑が壁壁になってるんでいやいやいや俺なんか壁 <laughs> の色聞いてじゃなてさ <laughs> なな,な,なんかもやかかってないこのなんかビルダー貼ってるなんかなんかしあなんかすりガラス越しみたいなあそれかなあ,あの,の電気がそうですね<ん>ちょ目の前に<気> <laughs> 電気が目の前にあんの。えー、天のこらへん、目に。ああ、いや、全然余裕です。大丈夫。で、いや、大丈夫ですじゃなくて、シューショックメスあんまこんなんすな。大丈夫です、大丈夫です。<laughs> すい,いや、めちゃめちゃいいやん。その、いや、あの、<laughs> な何も思わなかった。まあ、やっぱり、アリのワワを表現したくて、はい。表現ちゃうやん、それは。表現ってのは、その、<laughs> <laughs> 表現じゃないから、こういうふうにいろいろ形とか変えて、なんかえごめん、なんかうまく説明できへんけど。ごめんね、ごめんね、ちょっとこっち今、実はカリカリしちゃってて。あっ、いや、すいません、どゃしたんで何やった今、ちょっと緑をどんどんこうって言ったけどそ、その一瞬なんか握ろうとしたよね。あっ、いや、あの、壁がちょっと、まあ、くすんでるって話をしてたんで。で,で、電気の紐の距離感とかどうなってるんですかちょっと単純にちょっと奥行きがわからなくてさ。ああ。 すぐ。ああ、近いやん、案外。ごめんね。結構近いです。はい。結構近いねああご。ごめん、ごめんね。俺、いろんな人をリモートでこうやって就職目指したけど、<laughs> 案外、ゲーミングチア初めてないやあそんな案外、意外と使ってないですね。あ、つこれも初めて,てがっつりというか。あ, <laughs> あ、ちょっと普段ゲームしてるんで、はい。ちょっと。そっか、じゃ,じゃ結局、こういうのは得やったりするね。ああ、そうですね。よく人としゃべりながらやってるんで。 あええー、はい、そっかそっか。はい、ええー、そうですね。ええー、ごめんねごめん、ちょっとごめんね、僕も<あ>ちょっとカリカリしちゃってて、ごめんね。あはい、はい。じゃあ、すみません。えー、今まで、えーえー、メンバー揃いましたので、このグループの方々、皆さん、カメラをオンにしてください。お願いします。はい。えー、よろしくお願いします。 えー、それはですね、えー、ここからですね、えー、グループディスカッションの方に、えー、移りたいと思います。えー、皆さんですね、えー、何も、えー、聞いてない状況だと思いますが、えー、ディスカッションに関して、えー、していただくテーマですね、地球のゴミ問題についてです。はい。うん、まあ皆さん、大学で学んだことを、そしてこれから社会に生かせることをなんかを踏まえて、 自分の考えなり、相手の考えを聞くなり、いろいろしてほしいなと思います。それでは私がですね、終了の合図を出すまではディスカッションを続けてください。それではよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、私が司会やりましょうか。お願いします。お願いします。はい。 ま,まずはじめにまあ私の意見を述べるとなん,かあのなんかの、えー、と本で読んだんですけれどなんか日本人って平均でなんか毎日800から900グラムくらいゴミを出しているらしくてやっぱりなんかそれをしっかりあの減らすことっていうのをふ、まあ、普段から意識した方がいいと思うんですね。なのでまあそこでまあ私もちょっとまあ努力をしてるんですけどやっぱりまあ一番肝心なのが、まあ、無駄なものは買わない。 ってことだとだ思うんですよ、まあ、基本的に私はあの生活に必要なものしかあの買ってないので、やっぱりこういう取り組みをまあ一人一人がまあ意識することがあの一番大事なことなんじゃないかなと思ってます。背景の動画が水滴ってるやんけ。<laughs> 変わってるやんけ。<laughs> じゃあちょっと順番に回していきましょう。じゃあ、えー、っと、田中さんいかがですかじゃあ仕切るやんこいつ。はい。えっと、今の黒田さんの意見もとても素晴らしいと思うんですけど。<laughs> 僕は、はいえっと、無駄なものを買わないに加えてそのた、無駄なものを買ってしまうことも時にはあると思うんですね。それをいかに再利用して、あのゴミにしないかということもとても大切かなと思います。以上です。大事なことですよ、ね。ありがとうございます。じゃあ、次<私>は朝比奈さん、どうですかはい。私は先ほどの2人の意見もすごく大事だと思うんですけれども、やはり私がこう生活していく中で、 料理において、レトルト食品ってあまり良くないなって思うんですよね。レトルト食品、カレーに一つとっても、カレーの袋と、さらにカレーが。入ってる紙パック、これゴミが二つ出ますので。やはりこのレトルト食品とかを、こう <laughs> 極力減らしていって、実炊を増やしていくことが大切なのではないかなと思います。そうですね。じゃあ、次、大野さんはいかがですか。ありがとうございます。 やっぱりあのー、そうですね、皆さんおっしゃっていたんですけど、やっぱ地球のゴミを減らすためには、<低>一人一人がこう心がけていかなきゃいけないと思うので、やっぱり意識的に自分の部屋をこう片付けていくっていうのが、やっぱり大事なのかなっていの思います。片付けでたそうですね、確かに私もめちゃくちゃ部屋片付けるのは、もはやもう趣味って感じですね。確かに綺麗やな。じゃあ、坂東さんいかがですかあ じゃあ、まあせんね、と、私もやっぱりよくバイトで紙とか使うんですけど。それで。バイトで紙とか使うんですけど。まあ、<laughs> メモとかを取るときに紙とか使うんで、まあ <laughs> それを使ったメモをまあ裏返して <laughs>。 再利用よくしてるんですけど、まあ、すあと裏紙をよく使ったりとか、まあ、それだけでやっぱ <laughs> 節約 <laughs> 節約にならかなってはいそうですね確かにそういうエコ大事っすよねなやねこのディ,ディスカッションちごみさんはいかがですか はいえーとまあ、今、皆さん、素晴らしい意見を述べられてたなと思うんですけれども、共通してあるのが、やっぱりこの地球を汚したくないというモチベーションがあるということが、生えちかやっぱりこの、えー、そういう地球を汚したくないというモチベーションを持っているということを自覚することによって、えー、ゴミは減らせるのかなというい、はいやねん、せっかモチベーション、モチベーションって思いました。盛り上がるな 全員の意見いいよって思ってい, <laughs> っていやでも本当に皆さんあの素晴らしいあのお考えをお持ちでえっと黒,黒田さんは大学で何を学ばれてたんですか空間認識学部っていうところに行ってましてすべ、まあ、ての空間において、まあ、どう認識すべきかっていうことを、ま、あの学ぶ学部ですね で、なんかまあ、例えば、そのまあ、自分が、まあ、どう見られているかだとか、あとはまあ、その場の、なんかまあ、TPO に合わせた、まあ、振る舞いはどういうものなのかっていうところを<し>、あの、しっかりしたいな、こいつ。<laughs> こいつだけしっかりしてんな。あと、なんかもう、小学生みたいなこと言うもん、意見が。坂東さんは大学で何を学ばれてたんですなんで司会変わってん <laughs> なんで司会この、こんな違うみたいな。えっと、あかんっ経済まあ、経済大、経済学部だったんで、 経済大学って言うで、まあ。経済系のことを学んでたんですよ。笑ってるやん。<laughs> はいそ。そうですね。まあ。本当笑う。大きなこととかよ、よく、はい、学んでました、ね。本当笑う。ん <laughs> って言いました。ちょっと聞こえ ハモロスギルのニュースです。い,です <laughs> いや、でもすごい、おもろすぎる <laughs> おもろすぎる 田中さんなんか本はいっぱい後ろあるんですけど、<laughs> なんか読書が趣味だったりするんですよね。まあ読,書まあ、読書は読書なんですけど、漫画がすごい好きでいっぱい買い集めてて、で、ちょっといろんなところに置いてて、まあ、たまたま今日はここが映ってるって感じですね。あ漫画お好きなんですね。<laughs> でも視界変わった。はい、<laughs> 今日は好きな漫画、最近推しの漫画とかあるんですか俺が視界やってるなんかプライドあったんかな、えー ずっとキングダムがすごい好きなんですけど、うん、好きせやなこの黒だって人も、えー、キングダムそうか近いりやってるぞ今えっとじゃあその1位がキングダムとしたらもうこの殿堂入りみたいなしてる漫画とかってあるんですか殿堂入,入りがキングダムって感じですかねそ,それ以外だと最近アニメやってるブルーロックとかとても面白くて好きです なんか電動入りしてるアニメとかある。<laughs> <隣>電動入りしてるアニメでと。スちょっとタイプ変わっちゃうんですけど、サイキックスオーのサイナンすごい好きでしたね。とても面白くて。全部見てます、えー、一方変わりまして、えー、大野さんは機械くなった、えー。大学で何を学んでるんですかずっと水流れてるやん。えっと、私は地球環境学を学んでおります。キッチン全然いじられへんや キッチンでやってんねで。なんで誰も何も言わん,ん <laughs> さあ、そして、えー、あめっちゃ司会者っぽくなった。浅井<あ>さんは。完全に黒田君、レッスンなってるわ、はい。私は建築学を学んでいます。建築学すごいっすね。はい。<laughs> なんかえど、どういう系の建築を学んでるんですかそ,<れ>そうですね。えっ、ー、とー、まあ、かっこいい感じの、はい、建築を学んでますね。なそれかっこいい感じ。かっこいい感じ。 はい。ななんかなんかか電動入りしてる建物とかあるんですか電動入りしてる建物はそうですね。えっと、モンサン・ミッシェル、結構電動入りですね、僕の中で。ははい、はいはい、はい,いや。坂東さんはなんか電動入りしてる経済いなこの考え方みたいをら <laughs> あ経済経 <laughs> 経済って、ま、済って <laughs> ちょっと難しいんですけど。 あえ、<laughs> 電動入りしてる経済学者でもいいですけどむずあ。もしかの電動入りしてるゲーミングチェアでもいいです <laughs> ああ、だったらやっぱこのえ,えっとちょっと名前読み方がわからないですけどかすのかあこれこれですかあられましたはい、はい、すいませんあられましたはいええー、はいそこまでということでえー、っと本当にえー、皆さん まあ、なんていうか、えー、今後うん、こういうふうに就職面接するにあたって、まあ、ちっちゃいことのマナーだったり、あの気遣いだったりとか、まあ、発言のうん、なんていうか、大学で学んだことをもっと生、えー、かせるような発言だったり、うん、なんか、もっと、あのなんていうかあのもっと、もっと大人っぽく言ってほしいなって思いました。はい、すみません。えー、グループ面接以上です。はい、ありがとうございました。

はい。えー、続いてのグループいきたいと思います。えー、今皆さんカメラオフにしてもらって、私の話を聞いている状態です。えー、これから一人ずつカメラをオンにしていただきまして、自己紹介をしていただきます。えー、全員の自己紹介が終わりましたら、グループディスカッションに移りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。えー、それでは、え一、ー、人目の方、よろしくお願いします。最北端大学理工学部、岡田幸太郎です。よろしくお願いします。趣味は、粋合戦で。 バイト先の海鮮丼のお店で卵焼き係を任せられるくらい、お宝塚で取れるマグロが大好きです。よろしくお願いいたします。はいけ普通やけど、ちょっと変やな。マグロ雪ガす。